おはようございます。フォルテです。旦那ちゃんだよ。今日はこの前僕が倒れてピアノちゃんに歌を歌ってもらったので、僕がピアノちゃんに歌を捧げたいと思います。え何も予定してなかったですけど、急遽撮影したことになって。ピアノちゃん今日何も知らないんだけど。ですね。何いきなり。見てくれてありがとうね。よければグッドも押してって。なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、細マッチョ、マッチョマッチョマッスルボーイ。マッチョ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 。いや、音痴やろ。どうですか、プロの声楽家の、ピアノちゃんプロの声楽家なんですよ、一応。いや、音程。音程どうやったら治る？ちょっと教えて、普通に。最初の音、まず。見てくれて、ありがとうね。合ってる？合ってるね。よけれ、見てくれて、ありがとうね。よければ、グッドも押してって。音らんやんけ。俺、ほんまに歌が下手くそで。でも、俺の夢でもある演奏会を開いた時にピアノちゃんとミュージカルを一緒にやりたいなと思ってるんだよ。まあな、フォルテ君声高いしな。そう。だけど二人でセッションをね、したいよね。てな感じで、僕決めました。何を？コンクールに出ます。どうしてそういうことになるの？歌のコンクールに出ます。なんで？決めました。おかしいでしょ。これ、順序がおかしい、順序が。教えてくれたらいいよ。え？教えて、ちょっとやって、教えて。一週間に一本歌のレッスン動画を撮って僕がどこまで上手になるのかっていう大きな検証をやる予定だったんですけど、コンクールを受けるのは伝えてませんでした。おかしい。あー、俺発声の方法もわからないな、正直。はーはーあー、先生早く。ちょっと待って。もう、じゃあ俺毎週ピアノちゃんにレッスン受けることにしたけん、ピアノちゃんが俺にレッスンしとる姿はピアノフォルテの方のチャンネルで毎週出していこうと思うので、で僕の成長過程もみんな楽しみにしとってください。絶対コンクールで出ます。絶対コンクール。60番のこれ歌ってみて。はい、そう、交流文献60番歌います。ソラミソファミレミソドシラファソララシドソラファミレミドミレソラミソファミレミソドシラミファララシドソラファミレミドシド。ほんまにやったことあるこれ。ねえ。俺ねえ。ちょっとピアノちゃんちょっと歌ってみて。ダメでしょ。ちょっとやってみて、やったら。じゃあ先生見せてや。先生歌って。俺は歌って、俺コンクール出るやけん。ゆうさんと受からせてもらって、これ歌って。ソラミソファミレミソドシラファソララシドソラファミレミドミレソラミソファミレミソドスラミファララシドソラファミレミドシド。ちょっとさ、質問がないけどさ、うん、あなたいつもの声とさ全然歌うとき違う声出すやん、うん、俺もそういうことをしたらいい。例えば俺はこのぐらい高いけん、そう、地声で歌ったらソーラーミーだけど、ガチで歌ったらソーラーミーソーファミーレ。うん、そういうこと。わかった、もう一回やってみるソーラーミーソーファミーレミーソードシラファソーララシドソラファミレミドミレソラミソファミレミソドシラミファ不安定やな。ちょっとほんまにな、俺歌をほんまに歌のコンクール受けるからにはちゃんとやらんときに恥ずかしい結果で終われ。ほんまに出るん？出る。もうちょっと発声だけやろうや。それを教えてもらったら、今後のレッスン風景はピアノフォルテチャンネルの方で流していくけん、ちょっと教えて。まず発声からやって。はー
まずはじゃあね、うん、一つの音を安定して出せるかどうか、はい、ちょっとやってみよう。はい、3、はい。ブレてるね。ブレてますか。ブレてるね。はい。お。音程がね、こうブレブレになっちゃう。普通にあーで上がっていくよ。はい。はい。3、はい。息吸って。下がってくる時の音程気をつけて。細い管からこう強い息をこうプワって通すような強い息をこう空気はあその空気の量は変えずにこの圧だけ変えて出すイメージだから今だったらじゃなくてあ全部同じ位置でこうなんかもうこれもうなんか、いかにもなんか空気で、肺から空気を出して押してますみたいな感じじゃなくて。あと姿勢。前傾姿勢にならないで。あ、そうなの？そう。あと声出すときにこうね、前に出ちゃダメだね。下顎をこうカーって引いて、こう、今マスクしてるからだけど、かそうそうそう、その姿勢で、そう、あくびするような形の、口の中の形をこう、下顎をこう開けるイメージね、こう。ベルはこう、楽にして、口の中を口から抜いて開ける感じでね。まあ、やってみよう。はい。
ソラシドレドシラソラファソミファソラソラシドレラ。まず楽譜をちゃんと読みなさい。もうそうそう、ソラシドレドシラソラファソミファソラソラシドシラソファミファレミド。音程やな、課題は。課題は音程。俺の課題、音程。まずそこからやな。よし。じゃあ次からは。次からピアノフォルテのチャンネルで、俺の課題に特化した、俺をプロの声楽家に仕上げるまでの工程をお楽しみください。週に1本はそのレッスンの風景を出していくので。ピアノちゃんは不安です、とっても。怖い。ありがとうございます。みんな、コメント欄で炎上するなよ。おい、俺はほんまに歌がコンクール受けたいんだ。ほんまに歌を受けようと思ってる。本当に歌のコンクール受けようと思ってる。これは本気だ。本気で上手くなる。だから俺の演奏会では歌が聴かされるかもしれないけど、みんな楽しみにしとってくれ。恐ろしいわ、ほんまに。ありがとうございます、マッチョ。歌もいいけど、ピアノもね。はい。はい、ちょっと今手疲れたね。見てくれてありがとね。よければグッドボス設定。なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボー。マッチョ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 。